もう全部出しても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。本当ですか？嫌な時嫌だって言うから大丈夫。変わらないですよね。すいません。いや僕多分もう本当若い頃から見せていただいて。それいくつぐらいとかまた言わないでくださいよ。若い頃からなんて女子アナブームのブームっていうんですか、女子アナの先駆けみたいなもんですよね。違いますか？もう25年ですよね、女子アナになられてから。アナウンサーがそう25年なんです。アナウンサーの形が変わったるじゃないですか、うん、ちょうどその頃、はい、ひょうきん族とかなるほどザワールドにアナウンサーの人が出るようになって、うん、アナウンサーとしての仕事以外のこう一面を見せるような傾向が強くなっていった頃に入ったんですよ。あ、頃だったんですか？そう、最初ではなくて。最初ではないんです。ちょうど増田由美さんとか山村美智子さんとかが先駆けでこう違う一面、アナウンサーときちんと、まあ、クイズ番組とかのアシスタントとかもするんですけど、バラエティのアシスタントもしてましたけど、でも割ときちんと、はい、きちんとしてないのかっていうとまた先輩に怒られそうですけど、きちんとしながらなんかこう突っ込まれたりとかね、はい、して失敗しちゃったりとかも楽しまれるようになった。ちょうどその頃に同期の有賀さつきと河野恵子、今花田恵子ですけど、と3人で入ってバラエティの番組とかにいっぱい出るようになった頃で、まあアナウンサーいい意味で言うと身近にしたかもしれないけど、悪い意味で言うとちょっと形を崩してしまったのかも。まあ身近にしたってことですよね。いい方取ってください。僕らからすると、アナウンサーの方が身近な存在に感じれる。ありがとうございます。でもやっぱなんかこう、笑顔とか、はい、キュートな感じもあられる。やっぱ僕ら世代のちょっとこう上の世代とかもやっぱり八木さんを見て、うわーっていう、かわいいっていう世代じゃないですか。マジですか？マジですか？そんなの今言われたの初めてですよ。八木さんといえばやっぱ相当人気があって、モテてというか、かわいいって言われる、キュートな、今までこの硬かった女子アナから多分キュートな女子アナに変えた存在だと思うんですけど、それもうちょっと声高に言っといてもらいます。周りにあんま言われないです。言われない。そんな風には言われ、特に下の世代とか、あんまり言われる気が、見てましたとか、小学校の時に見てましたとか、中学の時に見てましたっていうところで、すでにこうちょっと悲しい気持ちがしたりして終わるみたいな。そもそもなんで女子アナになろうと思われたんですか？最初はテレビの制作とか、そういう遊園地のこう企画とか、そういうのをやりたくて就職活動を探してたんですけど、はい、でもだからマスコミも受けようと思って、テレビとかラジオとかいろいろ受けようと思ってた時に、アナウンサーの面接ってちょっと先だったんですよ、制作より、はい、で面接の練習になるからみんな受けるんだよって言って、みんな一緒に応募のハガキを書いたんですよ。みんなで、みんなで面接の練習になるからってあ、へえ。で受けることにした時に、アナウンサーの人が講演に来て、でそのアナウンサーの仕事を説明してくれたら、ものすごい楽しそうだな、いろんなところに行ったり、いろんな人に会ったりって思って、結構真剣にちょっと頑張ろうって試験は結構頑張りましたけど、そのまま受かって。そうですね、順番にアナウンサー試験早い順番に受けて、最初日本テレビ受けて、その次にフジテレビ受けて、でフジテレビ受けてる途中に日本テレビ落ちて号泣して、あ、落とされて落ちてたんですね。落ちてたんですよ。しかもなんかこう最終面接まで行ったんですよ。だからで結構私日テレ向きって、もう日本テレビの人が聞いたら誰も絶対そんなことないよって言うかもしれないんですけど、一応なんか言われてたんですよ、なんかその OB 訪問とかしてた時にね、はい、で言われてたから、なんかその気にもなってて、最終面接まで行ったから来たと思ったんですけど、最初3人残って1人だけ落とされた